はい、どうも、太郎丸です。今回はですね、軽自動車を探していますというお話を以前からさせていただいておりますけど、軽自動車でマニュアルで、新車か中古車かわかんないけど、いろいろ探してますということで、まあその一つとしてコペンという選択肢を持ちましたので、まあコペンについてちょっと調べたいなと思って動画を回しております。まあコペン、オーナーさんとかいらっしゃれば、ぜひ教えていただければなと思うんですけれども、左からセロ、ローブ、JR ですね。で、エクスプレイはもう、現行はこの通り、生産が終了になるということみたいなので、選べないと思いますけれども、このような形ですね。3台ですか。どれがいいかなというところで、まあ、ちょっと私、ローブの見た目が好みでないので、まああれなんですけれども、コペン GR スポーツは以前、試乗をしております。マニュアル車ですね。ちょうどマニュアルだったんですけど、かなり良かった記憶がありますね。というかまあ、すごい良かったですね。覚えております、ちゃんと。そちらの動画も、上げたような気はするんですけど、まあ乗り味についての比較しかしてないので、映像とはない、つまらない動画ではありますけれどもね。コペンセロの S ですね。長野県はコペン、セロなり、ローブなりの、ノーマルのモデルっていうのが試乗できなくて、S と JR スポーツしかないんですよね。ノーマルがあったような記憶がないですね。現在。なので、こんなような形で、どれを選ぼうかなというところなんですけれども、JR スポーツ、中古車であれば200万円程度で買えるものも出てきているので、購入できるんですけれども、セロに関しては、そうですね、じゃあ、新車に関しては、なかなか買えるような金額ではないかなと思いますんで、セロですね、今回見ていこうかなと思います。で、グレードによって違いがあるのは、こうメッキパーツが違かったりとか、ですかね、と、足回りがビルシュタインなのかどうかとか、その程度の違いがあります。まあ、周装備のところを見ればいいのかな。セロっていうのはこんな感じですよっていう。まあ、このステアリングも桃製ではなかったりとか。まあ、あとは変わんないですね、この辺りは。とか、レカロのシートでなかったりとかするみたいですけれども。まあ、私は、どちらかといえば硬い足回りの方が好きなので、選ぶならセロ S かなと思います。なので、セロ S を選びます。ですね、こういうレカロシートになったりとか、こちらを桃ステですね、ハンドルが桃製のステアリングになったりとかっていうところで、まあ、かなり好みはこちらかなと思います。で、見た目も、まあ、セロが可愛いなと思いますんで、セロを選びますかね。まあ、オプションもいっぱいありますけれども、基本的にはあまり入れずに、自分で整備できるところは、自分でね、取り付けられるので、まあ、例えば、マットとかですね、フロアマットであったりとかはいらないですし、BBS 製のホイールっていうのも考えたんですけれども、BBS 製のホイールは、まあ、自分で入れなくても、中古の部品を買えばいいので、いらないかなっていうところで、まあ、オイル管理がめんどくさくないフロントの LSD とかは入れとこうかなとは思ってますけれども、そのぐらいですかね。今見ている感じだと。で、色を先に選択した方がいいですね。まあ、パールホワイト、ブラックマイカあたりはリセールも良さそうですし、グリーンマイカも、要は、リセール考えたらこの辺の色かなと思いますけれども、パールホワイトが一番いいですかね。黒、メンテが大変そうですし、汚れが目立つ。白も、まあ汚れ目立つけど、そこまでメンテが大変じゃなさそうっていうのが、パールホワイトですしね、割と綺麗に扱えるんじゃないかなとは思ってるんですけど、どうなんですかね。まあ黒かっこいいですよね、なんかこう。見た目はあれですけど、ポルシェっぽいような内装とこの外装の色合いがポルシェっぽいなと思って見てましたけど、ホワイトでもいいかな、じゃあ。でももうシートはこのベージュがいいなと思ってずっと見てたので、
そうだな。もう白系だとメッキはあんまり合わないかなと思ってて、そのまま全部内装も外装もそのままでいいかなと思ってて、ウッド調っていうのもこだわりあったんですけど、グリーン系ならウッド調が合うかなと思ったんですけど、白だと内装のウッドも微妙だし、で、コペの HKS のマフラーであったりとか、こういうのはなくてもいいかなと思うので、本当に私、オプションを選ぶところがなくてですね、まあ、見積もり的にもほとんどマイナスにならないだろうなと思って見てます。欲しいものはないんですよね、あんまり。あってもね、みたいな。スカッフプレートとか、カバーの、ロールバーのカバーメッキとか、いらないかなと思って見てます。メーカーオプションに関しても、私、このボコッと穴が開いたのが嫌なので、純正の、ナビオーディオ装着用パックレスということで、ナビつけませんので、いらないですよね。オーディオに関してはつけますけど、オーディオはまた、これがいいなっていうのを目星つけてますんで、コペンを買うならというところで。で、2万1000円も払って ETC つける必要もないですし、この辺のね、アルパイン系とかのカーオーディオ、別にあんまり音楽メインで聴く車じゃないんでいらないですしね。オーディオコーティングもいらない。ディーラーオプションもいらない。あんまり欲しいものはないですね。ってなると、まあ大体 LSD をつけておしまいぐらいになっちゃうので、私の場合だとこんな感じですね。227万7010円っていうことで。端数ぐらいは切ってもらえれば227万か25万ぐらいにはなるかなと思いますけどね。まあコペン本当値引きが渋いそうなので。まあこんな感じですかね。買うとしたら。ということで、まあコペンは、まあ試乗した感じも良かったんで、そうですね。長野県に試乗車がどれだけあるかって見てみますか。長野県。おー、長野県には試乗車がない。って出ちゃいますね。へえ。前はあったんですけど、隣の新潟県とか出るのかな。あ、出ますね。もうなくなっちゃったのかな。試乗車も。いや、長野県本当にね、困っちゃいますね。まあ、ということで、まあ結構、こんな感じかな。自分が買うならっていうところで。出ましたので、このぐらいの金額であれば、買えるなというような形で考えてますんで、購入結構近いですね。まあ、12月か10月ぐらいに購入できれば一番ベストですかね。ちょっとその間も、カーセンサー等を見てですね、自分で、この車いいな、あの車いいなっていうのを見ながら、ね、前の動画で多分エッセイの話とか、この程度のこの感じの車、これいいなとかって話をしてたと思うので、まあちょっと、また色々見てですね、買えそうなものあれば、検討してみようと思います。ということで、まあ、まずコペンのあれが終わりましたけれども、次は、NRS の市場、見積もりを取ってみようかなと思います。この画面、の中でなんで、オンラインの見積もりですけれども、長野県に N1RS のですね、試乗車がないので、まあ、しょうがないですけれども、ちょっと、どんなぐらいの価格帯になるかっていうのを調べて、まあ、よっぽど安いとかない限りは、多分、コペンの方が優先になるかなと思いますね。まあ、ちょっといろいろ探してみたいと思います。ということで、さよなら、じゃあね、バイバイ。